長屋門入口ボタン庭園、有志園は、島根県松江市安塚町の大根島にある、日本庭園。ボタンの栽培が盛んであるほか、高麗人参の生産地としても有名で、運州人参ミュージアムを併設する。有志園の初代演手である、門脇久志が大根島の観光開発を目的とし1975年に、開園した。園の名前の由来は、角脇久志が、 決して利口を目的とするものにあらず、観光産業の推進こそ典型に応える豪民の、務めなり。その布石となればと願うなり。という、志を立てたことから、門脇久しが自らでなく父親である吉蔵の、湯を取って、有支園とした。そのの面積は4万平方メートルで、池を巡り回る形式の庭園。特に5月のゴールデンウィークは、ボタンや尺薬。 富士の花が美しい。ボタンの館では年間を通してボタンを楽しむことができる。園内にはタイプの違う4つの売店がある。また、郷土料理の食事どころも4カ所あり、地元産のそばから個室での懐石料理まで幅広く対応している。郷土食材を使った高麗人参豆腐鍋やうなぎの大根島溶岩焼きは特に人気が高く、名物となっている。 新たな日本庭園の文化を創造すべく、園内中央部の地線に5万輪ものボタンの花を浮かべるイベント、地線ボタンをはじめ、毎年国内外のアーティストを迎えての企画展も行っている。さらに近年は、霧の日本庭園、100万球の LED や、コンピュータ制御された水中イルミネーションを使った、夜間庭園、浮世絵のプロジェクションマッピング、AR アプリの開発、 ホログラム、三次元立体音響など、最新のテクノロジーを融合した企画を行っている。ありがとうございます。